シ,ガシェンの肖像は、1890年6月、死の1ヶ月余り前にフィンセント・ファン・ゴッホによって描かれた絵画、油彩。同名の作品は、本校で述べる、油彩が2点とエッチング1点がある。ガシェ博士の肖像と表記されることもある。ドラクロは、フェラーラの聖アンナ病院の達祖ゴッホはこの頃、精神病院に遊兵されたトルクアとタ達を描いた。 ウジェーヌ・ドラクロワの絵のことを考えていた。ポール・ゴーギャンとのモンペリエのファーブル美術館訪問の後、ゴッホは弟テオドルス・ファン・ゴッホにこの絵のリトグラフが手に入らないか書き送っている。3ヶ月半前、彼はこの絵のことを彼の描きたい肖像画の例として考えている。しかし、ドラクロワが試みて描き上げた牢屋の達祖の方がより調和に満ちている。 他の多くの絵と同様、本当の人間を表現しているのだ。ああ、肖像が、思想のある肖像が、その中にあるモデルの魂。それこそ実現しなければならないものだと思う。手に持ったジギタリスは、この手袋という名の多年層で、イギリスの田舎で不死に効く、民間薬として使われていたものが心臓病の特効薬でもあることが分かったこの頃、評判の高い名薬になっていたため、 医師を象徴する草花として置かれたとされる。モデルとなったポール・ガシェはフランス・パリ近郊のオーシュルワーズ在住の精神科医であった。彼は週に数度パリで診察を行っていたが、1890年3月に初めてゴッホの診察をし、健康回復のために彼をオーベールに招いた。5月、オーベールに着いたゴッホはガシェとその一家と親しくなり、 再び創作意欲が蘇って、村の風景や村人たちを描き、ガシェ自身もモデルとなった。7月末に自殺を図ったと思われる大けがを負って死去するまでの2ヶ月間、ゴッホはこの村で80点ほどの作品を残している。ガシェは絵画愛好家であり、ポール・セザンヌやカミリ・ユピサロラの友人であり、自らも絵画を描いていた。ガシェの筆による 死の床のファンゴッホという作品が残されている。一方、ガシェ自身にも憂鬱質の木があり、これらゴッホによる肖像にもそれが反映されている。最初のバージョンは、弟、テオの未亡人ヨハンナが1897年に、デンマーク人コレクターに300フランで売却した。その後、画ーパウルカッシーラーに1904年に、ハリー・ケスラーに、同1904年に、さらに、 ドリュエに1910年に売られた。1911年、フランクフルトアムマインの主帝デル美術館が取得し1933年までコレクションとして公開されていた。1933年、ナチスの政権獲得と大半芸術球団から逃れるために絵は隠し部屋にしまわれたが、1937年に宣伝賞によって発見、没収された。 集められた膨大な印象派や表現主義絵画の中からヘルマン・ゲーリングは個人用にこの絵を含む数枚を持ち帰りすぐにアムステルダムの画商に売った。画商はこれを美術収集家のジーク・フリート・クラマルスキーに売ったが彼はナチスを逃れアメリカのニューヨークへ渡りこの絵はメトロポリタン美術館に帰宅され展示されていた所有者のクラマルスキー家は この絵をメトロポリタン美術館から引き上げ、最終的にオークションにかけることに決めた。1990年5月15日にクリスティーズでの競売で、当時史上最高落札額の8250万ドルで、大正和製治名誉会長の斉藤良栄に競り落とされた。ご夫婦の残した肖像画の中でも傑作の一つに数えられるが、この高額落札によって、 さらに有名な作品となった。斉藤は数日後に、ルノワールのムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会も7810万ドルで落札している。これらの作品について彼が自分が死んだら缶桶に入れて焼いてくれという発言をしたことが報道され世界中から批判された。斉藤は後に、この発言をこの絵に対する情熱を表現した言葉のあと釈明し死後は 日本政府か美術館に寄贈すると説明した。しかし購入後は一般公開されず、彼が1996年に死去した後も寄贈されることはなく、所在不明となった。その後、1997年頃に斉藤家がサザビーズに売却し、非公開でオーストリア出身のヘッジファンド投資家、ボルフガング・フロットルが推定9000万ドルで購入したことが判明している。 しかし、2007年1月、彼が、丸取引失敗によって10億ドル以上の負債を出して破産したため、再びサザビーズに売却された。その後は再び個人に売却されたものと思われるが、急増の指定出る美術館が、専門の調査員に捜査を依頼した結果、2019年時点で、所在不明という発表がなされている。同美術館では、現在も、 作品を飾っていた額縁を展示している。最初の作品を複製したものと言われる。この作品はゴッホがガシェに寄贈したもので、彼の死後遺族から他のポスト印象破壊画コレクションとともにフランス政府に寄付された。現在はオルセイ美術館に収蔵されている。ありがとうございます。